All-American half-pound. Big pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. One New Music Life presents 青山 Rock and Roll Radio.始まりました青山ロックンロールレディオ。ワーナーミュージックが発売している数多くの魅力的なタイトルからそのよりすぐりを紹介するインターネットラジオプログラムです。お相手は宮地純一です。本日の1曲目でございます。 Faces BBC セッションから Stay With Me。 Hey man, let's go! Come on boys, let's shake them up here. The top gear, huh?
Faces BBC セッションから Stay With Me 聞いていただきました、今私の目の前にですねドーンと5枚組のボックスセットがあります、Faces の5枚組ボックスセット You Can Make Me Dance Sing or Anything 1970から75という5枚組のボックスセットでございまして、これはですね、来週出ますね。まあ、70年代イギリスが生んだ最高のロックンロールバンドの一つ、フェイセスのですねオリジナルアルバム確か4枚出てたんですが、それぞれのにですね、未発表の曲を入れたりとかですね、当然のことが、デジタルリマスタリング、そしてですねシングルの B 面集とかなかなか入っていないものを5枚目に入れてですね、日本だけ SHMCD でリリースと、で日本独自の紙ジャケもやっておりましてですね、当時出た、アナログが出た時の、帯もですね忠実に再現しているというですね、これ輸入版とはかなり違った想定になっております。これはいいですね。すごく作りも丁寧で、1万2000円プラスタックスでございますが、これはですね持っといた方がいいと思います。もう当然のことなら生産限定ですね、二度作れませんので。2015年リマスター最新解説大高俊一さん歌詞大役付きということで、このボックスこれはお買い得だと思いますので大推薦させていただきます。来週発売でございます。さあ続いてはですね、私が直接担当しております新名盤探検隊2月17日発売ものから、行ってみたいと思います。ジェフ&マリア・マルダー、まあ、マリア・マルダーというとですね、ベテランのポップスファンだったらな、ああ、あの人かと思うと思うんですけれども、確かミッドナイト・アッツ・オアシス、真夜中のオアシスが1974年か5年大ヒットしてですね、彼女は有名になったんですが、実は彼女はですねもっと前からフォークシーンで活躍しててですね、1968年に、旦那さんのギタリストのジェフ・マルダーと、68年にもうデビューしてるんですね、LP デビュー、まあ、それがポテリーパイという、まあ、素晴らしいアルバムでございまして、まあ、アメリカーナの、って言ってみれば、ルーツ音楽という感じで素晴らしいんですが、確かブラジルという曲がですね、その後未来世紀ブラジルという英語に映画に使われたとかしてですね、比較的知られた存在だったんですが、まあ、当時日本では出ておりませんでした。まあ、それが、70年代入ってですね、見直しのきっかけとなって LP は出ておりまして、その後 CD にもなっていました。で今回、新名盤探検隊でも出るわけでございますが、なんとボーナストラックを3曲含んでおります。で彼らはポテリーパイを68年に出した後、69年の2月にシングルだけを出すんですね。シングルオンリーの、2曲 Open Up Your Soul と Sitting Alone in the Moonlight と、いう曲を出すんですが、これはなんとアルバムに入っておりませんでしたので今回、入れました。そしてですね当時ロスリーダーシリーズというなんか2ドルか4ドルか、ワーナーブラザーズに送るとですね、定期的にレコードが送られてきたというそのサンプラーのようなレコードの中にしか入っていなかった All Bowed Down という曲も入っておりましてですね、これでですね、この時期のマリア・マルダー&ジェフ・マルダーはほぼこれで完璧になるんじゃないかなと思います。当然のことなら2016年リマスターでございます。もうこれもですねマストではないかなと思います。胸を張って紹介させていただきます。それではですね今回、ボーナストラックとして初めて世界初 CD 化になります。聴いてください。 Open up your soul。
ジェフ&マリア・マルダポテリーパイ、新名盤探検隊の一枚に入りました。ボーナストラックオープンニアソウル聴いていただきました。マリア・マルダまだ元気ですからね、ちょっとライブ見てみたいなという気もしますが、さあ同じ2月の27日に発売になりましたポップロックマスターシリーズコンプリートコレクションの第3弾でございます。これでまあおしまいなんですが、8枚出ました。ジェリー&ザ・ペースメーカーズが3枚、フォアモスト1枚、そしてフレディ&ザ・ドリームスが4枚ということで、これで揃い踏みでございますね。いわゆるパーラフォン系の、ほとんどのタイトルがですね、20曲超えるものもあるんですが、ボーナストラックが入っております。全てのオリジナルアルバムなんですがボーナストラックが入っているということでございまして、B 面の曲とかですね、モノラルとかステレオとかいうことなんで、まあこれ全てを言うことは難しいんですが、今日はこの中から私の大好きなジェリー&ザ・ペースメーカーズのセカンドアルバム行ってみたいと思います。まあ I Like It とかですね、有名な曲がいろいろ入ってるんですが、僕はこの曲を皆さんに聴いていただきたいと思っております。 Where Have You Been という曲ですね。 Where Have You Been All My Life、 これはですねアメリカの R&B シンガ自分で曲書いたりもするんですが、アーサー・アレクサンダーのカバーですね。アーサー・アレクサンダーといえばですね、本当にイギリスのビートグループが好きで、ビートルズで言えばアンナ、ローリングストーンズで言えばユーベター・ムーボン、そういう曲をカバーして、それぞれもいい出来なんですね。いわゆる汗をかくようなこうシャウト系の R&B 歌手じゃないんですが、ちょっとすっとぼけた感じがものすごくいいわけでございます。それではですね、今回のボーナストラックに入っておりますステレオバージョンで聴いてみたいと思います。当然曲を書いてるんですね、私の大好きなバリーマンでございます。聴いてください。ジェリー&ザ・ペースメーカーズ Where Have You Been All My Life。Come by, I was waiting
took so long to begin. Darling, where have you been all my life? Oh, darling, where have you been? Where you been? Where you been when I was feeling blue? Feeling blue. Where have you been? Where you been? Where you been when I was needing you? Oh, where you been? Where you been? ジェリー&ザ・ペースメーカーズセカンドアルバムから Where Have You Been? ステレオバージョン聴いていただきました。これ全部8枚出ておりますのでね、なんとか少しでも多く皆さんに紹介したいというふうに思っております。さあ続いてはですね、前回から始まりましたデイビッド・ボーイ物語その2回目をやってみたいと思います。ゲストには素敵な山田純一さんが来ております。それでは2回目でございます。どうぞ。というわけでですね、73年ぐらいまでのデビッドボーイを聞いていただいたんですが、まあ言ってみればこれはイントロに近いものでございまして、さあこれからいっぱい彼は LP を出すんですけども、結構出してますね。はい、まあ、毎年のようにね。昔は結構、まあ、彼だけじゃなくて下手すると1年2枚出した人もいるもんね。はい、もう今はね3年4年に1枚とかね。うん、それはあれですかね、 CD の時代になって曲いっぱい作んなきゃいけないからですかねだってみんな17、18曲入ってるよ。昔は10曲でよかったんだよね。そうですね、ね、でもツアーの合間にレコーディングっていう感じだったんじゃないですか。そうですよね。ああそうだね、ツアーがね、はい、多かったですよね。この人もなんだかんだってその日本にね、その船で来て以降はさすがに飛行機で何回か来てるわけですよ、ね。はい、ね、でその僕のこれも大好きなんですよね、レベルレベルって。はい、これはかっこよかったですよね。これは何入ってるんでしたっけ。これは、ダイヤモンドドックスですね。ダイヤモンドドックスで、これはミック・ロンソンではないです。もういない。もうミック・ロンソンは卒業しちゃって、卒業しちゃって、はい。うん、まあ、今ミック・ロンソンって名前出たんですけども、はい、彼はなんせソロアーティストですから、はい、アンドザーなんとかじゃないから、その時その時にやっぱりこう一番こう馬が合うっていうか、こう、はい、その指向性のある人をうまく使ってきたわけで。そうですね、まあ、最初はミック・ロンソンなんですか。はい、で次はこう、まあ、また別の人、もともとはトニー・ビスコンティっていう人ですけどね。あ、トニー・ビスコンティね、はい、あのメリオフィキンの結婚したねって、はい、古いんですなんでそういう古いこと言うんだろうね、トニー・ビスコンティとが、はい、それはもう最初からの蜜月だったんですね。そうですね、はい、なんかお亡くなりになる前になんかね、トニー・ビスコンティと話を電話した、はい、っていう話がありますけどね。次作りたいっていうような話だったみたいですけど ね、 ですよね、うん。まあ、だからそういう意味じゃ創作意欲がね、はい、そんな時まで衰えることがなかったデイビッド・ボーイなんですね。はい、でそのダイヤモンド・ドッグ、この辺りからはあれですか、あの誰か相棒いたんですか。この辺りはそれほど。それほど。でもこのレベルでかっこいいですもんね。はい、じゃあボーイが亡くなって今ツアーやってるブルース・スプリングスティーンとかマドンナがトリビュートソングでライブでやってましたね、この曲を。レベルレベル。はい、あ、この辺り好きなんだね。うん、じゃあその問題のレベルレベル、これ愛しき愛しき反抗ですよ当時の RVC の人は頑張ってますね聞いてくださいレベルレベル。
デビッドボーイで愛しき反抗レベルレベル聞いていただきました。さあダイヤモンドボックス、この辺はね僕もねレコーダー持っていませんがよくレコード屋さんで見ましたね、はい、で次のピンアップスでしたっけ、次がヤングアメリカンズ、ヤングアメリカンズもねこれよくレコード屋さんにあったんですけどね、はい、まあ、なかなかね手に出せなかったですね僕はやっぱりヒーローズぐらいからですかね、うん、ちゃんと買えるようになったので、うん、でそのヤングアメリカンズこれからもヒットが出ますよね、はい、何でしたっけ、フェイム、はい、あこれって75年6月全米ナンバーワン、はい、このシングルヒットにね縁の遠かったデビッドボーイがやっと1位になったと、まあ、遅すぎるっていうかねデビューして6年ですからね、はい、でこの頃やっぱりツアーやってたんですね、じゃあね、やってましたね、まあ、それで相当、はい、まあ、まあ全米ツアーをやるっつってもね50周もあるし、うん、これやっぱ相当エネルギー使ったと思うんですけど、はい、まあ、その甲斐があったってことでしょうね。あとジョン・レノンの共作ですからね、との。ああそうか、ジョン・レノンはロックンロールを作った頃ですよね、ですね、作った後で、はい、要するにもうアメリカ人になってたジョン・レノンと、はい、久々にイギリス人とジョン・レノンがやるという、うん、まあ確かに話題になりました、話題になりました、ね、それはね、これもいい曲ですね、聴いてみたいと思います。フェイム、we'll be right back.
ペインも聴いていただいておりますが、うん、やっぱりこれは残る曲ですよね、はい、びっくりしましたよ最初そのなんていうんですかね、なんかすっとんきょうな声が出てきてで、で、はい、なんかいわゆるヒット曲らしくないヒット曲っていうかね、うんうん、もうちょっとはヒット曲前としたものあるじゃないですか、はい、でこれはかなりこうどっちかというとシングルの B 面にあってもおかしくないような感じの曲がでこれがアメリカでこう1位になったってことはですね、はい、ついにこうデビッド・ボーイのこの感性っていうものがそのアメリカの一般のね、うん、人たちにもこう通ずるようになったのかなっていう気がしたわけでございますが、まあ、1975年、この辺から第2期黄金時代が始まるんじゃないかなと思うんですが、山田さんに選曲していただいているのはですね、ヒーローズシングルバージョン、これも77年、そうです、はい、あの有名なこのジャケット有名でしたよ、ね、月田正義さんの撮影のね、はい、僕はいつもこれ見るとですね、一体これ何をやってるの、これブロックサインなのかなとかこれ何をやってる、これもやっぱりアートから来てるんですね、こういう格好してる人がいるんですか、はい、こういう絵画があってそれを真似してるわけです、ああそうですか、でこの頃がベルリン時期っていうんですか、はい、ベルリンのちょっとそれのところ詳しく知りたいんですが、なぜデイビッド・ボーイがベルリンに走ったんですか、はい、これ盟友のイギーポップを連れて、あイギーポップ、はい、はい、もともとベルリンでレコーディングを始めて、そのベルリンっていうのはその環境なんですか、それともすごく気に入ったスタジオがあるとか気に入ったミュージシャンがいるとか、あの文化だったそうです、文化、結局まだ東西ドイツですからね、これどっちのベルリンなんですか、当然 西ベルリンになると思うんですけど、はい、あそういう意味で別にスタジオの機材がいいからとかっていうんじゃなくて、はい、結果的にでも良かったですよねスタジオも、まあまあそうですけどね、ハンザ、はい、はい、そうですね、でそれで何枚作るんでしたっけ、これで3枚作りますねボーイは、すごいね、じゃあもう半分ぐらいはベルリンに住んでるみたいな感じの時代だったんですね、まあ、時代だったんでしょうね、でその中でも一番有名なのがこのヒーローズ、はい、確かにこの絵画のこのモノクロのね、これ月田さんの、はい、これ最後のもう一回使いません、なんかで、そうですね、ネクスト、はい、ネクストデイで使います、ね、やっぱりこれかなり本人も気になってか気に入ってるんでしょうね、そうですね、二度出すっていうことはね、はい、そうだと思います、それでは聞いてみたいと思います、そのタイトルチューンですね、ヒーローズ、今回はそのナッシングハブチェンズに入っているシングルバージョンを聞いてみたいと思います、
ということでベルリンイヤーズですが、このローズって僕すごく好きでね、今頃になっていいなと思うようになって、やっぱり当時はね、結構やっぱりこう言ってみればプログレッシブな音楽ですからね、なのかヒットソングマニアの私にとってみればですね、かなりこう遠い存在だったんですが、でもまあフェイはねシングルもあったし良かったと思うんですけど、やっぱりこの時点でもあれですね、なんか夏目漱石っていうかね、なんていうの、もう全てのいろんなこととはもう関係ないところで非常にこう別のことをきっちりやってるっていう感じがして、はい、ちなみにこの当時の、まあ、相方は、ブライアン・イーノでしたね。あ、ブライアン・イーノとベルリンでずっとやってたんですね、はい、ブライアン・イーノって人も面白い人ですよね、はい、ね、もともとブライアン・イーノはベルリンに縁があったんですか。いや特になかったと思いますね、やっぱりボーイ主導だったんだ。ああ、なるほど。で一緒に行ったわけですね、はい、なるほど。そしてこれはあの80年になりましてですね、はい、もうデビューしてからもう10年以上経ってるんですが、これも山田さん選曲で Ashes to Ashes、 これいい曲ですよね。はい、大好きな曲です。これは何のアルバムに入ってるんですか。はい、これは、スケアリーモンスター。スケアリーモンスターズ、これヒットしましたね。はい、うん、これはあのよく、輸入版屋さんで飾ってるのを見たことがありますね。プロモーションビデオがかなりいいので、あの機会があればご覧になっていただきたい。そうかそうか、もうさすがにこの時代になってくるとプロモーションビデオをきっちり作るようになった時代ですね、はい、80年ですね、はい、それでは聞いてみたいと思います。 Ashes to Ashes。
ロックンロールラジオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしています。これからは魅惑の輸入版のコーナーです。輸入版担当のスーパーレイディー谷地佳子さんに来ていただいてですね、最新輸入版のこれはというものをいっぱい紹介していただくコーナーでございます。さあ谷地さん、本日は何でございましょうか。はい、証拠りもなく 5CD の最新版、まだまだ出る出る、はい、出ましたか。でそれをお持ちしました、うん、で今回はですね、ちょっと若干レトロ感のあふれるものが、うん、パーラフォンものが中心になってまして、うんうん、はいはい、まず第1弾シラブラック、ドーン、シラブラックね、昨年お亡くなりになってしまったんですけども、彼女もクリフと同様ですね、はい、イギリスでは知らない人はいない、はい、っていうぐらいヒット曲も多いし、現実に、いろんな映画とかですね、はい、テレビで活躍されてるんですが、一歩イギリスの外を出るとですね、比較的こう辛いという。そうなんですね、やはり特にアメリカではヒット曲ない、あ、1曲あんのかな、言う思いは。でもとにかくイギリスのスターですよね。はい、特にやはりやっぱり60年代はこう今アイドルとして活躍してたんですけど、うんうん、70年代になると本当にテレビタレントさんになってしまったみたいなので、まあ歌の元歌手っていうになっちゃったんだね。そうで、今一生懸命考えてた、やっぱりちょっとね、ここの由美子とかの中尾美恵なのかな、わかります、わかります。若い頃は歌手だって、 その後はですね、料理番組に出ちゃったりみたいな、そうなんだ、そういうね、そういう感じですね。あ、そう、だからね、女性で冠番組を持ってたので、多分すごいですよ ね。だからそういう意味ではすごく、イギリスではもう、まあ彼女はね、なんすだってパラフォンで、ジョージ・マーチンプロデュースで、で言ってみればそのビートルズの行った道をそのまま後ろのフォローしていくということで、相当ですね、アドバンテージがあったんだと思うんですよ。ですね、ただしそのアドバンテージにあぐらかくことなく、うん、歌は素晴らしいし、表現力もあるし、いい歌詞だったんだとは思います。ただし残念ながらイギリス以外ではきっとできなかったんで、インターナショナル性という意味においては残念ながらそれほどないと、うん、だから日本でも、ベスト版ぐらいはたまにね、中古レコード屋さんでも見ましたけど、オリジナルアルバムって今日この5枚を見せてもらって初めてジャケットも見ましたよ。この時代なので、多分アルバム自体がそんなに珍しかったのかもしれないですよね、うん、しかもですね、この60年代のいわゆる彼女でいわゆる歌手的には黄金期でしょうね、うん、64、5、6、7、8って感じですよね。そうなんですよ、でしかもですね、全部プロデュースがジョージ・マーティン、ダーン、まあそうですよね、うん、もう EMI スタジオでレコーディングみたいな、そうだから音がもうそういう感じだもんね、全てにおいてね、そうなんですよ、でやっぱりこうやってね、収録曲見るとね、こうすごいポピュラーヒットがいっぱい入ってるんですよ、バカラックから、うん、だから彼女ほら曲作る人じゃないんで、うん、いい歌があればどんどん歌うと、そうなんですね、いうスタイルですよね。そう、ラバーズコンチェルトとかアクエリアスとかの時代を感じさせるようなヒット曲、うん、だから言ってみれば最新ヒット速報みたいになってるね。そうですね、ハリー・ニールソンもやってますしね。いや、だからこの当時の流行りものの音楽ってのは何だったんだって、曲はね、うん、そういうのよくわかりますね。あとね、特にファッションもね、ジャケットもだんだんこう変わっていくわけですね。そう、当時アイドルだったので、いや、このミニスカートだよね、この時代、ね、もうミニスカートにこのショートカット、うわ、この後ツイッギーが大ブーム、もう勘弁そうですね。そう、はい、はい、それじゃあですね、私の独断でこの1枚選びました。シェル、はい、68年のアルバムですが、この中の B 面、レコードで言えば B 面の3曲目に入っております。もうこれ大好きなんですよ、ポール・マッカートニーが書いたんですけど、メイドリアン・ベルとかいろんな人やってますが、曲がいいです。ボス入ってるんですが、ただしそのまま終わらないのがジョージ・マーチン風ということでございます。聴いてください。 Step Inside Love。 Step Inside Love Let me find you a place Where the cares of the day will be carried awayBy the smile on your face We are together now and forever Come my way Step inside love And stay Step inside love Step inside love Step inside love I want you to stayYou look tired, love Let me turn down the light Coming out of the cold Rest your head on my shoulder And love me tonight
I'll always be here if you should need me. Night and day, step inside love and stay. Step inside love. Step inside love. Step inside love. I want you to stay. When you say you'll see me again, for I know in my heart you will not be apart, and I'll miss you till then. We'll be together now and forever. シラブラックでステップインサイドラブ聞いていただきました。やっぱりこう暴れますよ ね普通に終わるのかなと思ったらグーッとここれやっぱりこう EMI スタジオでね、そうあのオーケストレーションが どうしてもやっぱやりたいんだよね。あの棒振ってるこうあのね、そうそうそう、だからシルベスカの人が見るかも、これ歌唱力あるからもう言ってみればもうその歌い手とそうそうそうオーケストレーションのこう果たし合いみたいなね、そんな感じがしないでもない、ね、もうこの時代をねあの表すようなジャケットとサウンド、そうそう、これはね、うん、あのすごくいいと思いますよ。ポピュラーミュージックファンだったらこれマストじゃないですか ねいい音楽に出会えると思います、うん、はい、ということで、まずはシラブラックの 5CD、 さあ続いてははい、なんとですねアル・スチュワートの 5CD ボリューム22、はい、そういえば 1セット出てましたね、はい、あのイヤーズ・オブ・ザ・キャットが入ってるのはパート1で以前ご紹介したと思うんですけども、うん、その続きとなるボリューム2が発売となりました、うんうん、こちらはある意味あのいわゆるもう今では手に入らなくなったアルバムが続々と入ってます。だって僕半分以上は当時から見てないよね、まあ、残念ながらそれほど売れてないんでしょうけど、ね、だから80年代の作品中心なんですけども、うんうん、80年代からあと一番最後に入ってるのはフェイマスラスバーズ93年の作品なんです。結構長くやってんだよこの人 ね、 この人まだやってんだよね。そうそう、あのただいま現役、去年もあのロイヤルアルバートでなんかあるでしょ、はい、イヤーオブザキャット40周年みたいなへーだよね、だからね、うん、そういった意味ではもうまあ現役なのでこのね、あの80年代はまだキャリアの半ばなんではなかろうかと。そうですよね、うん、まあ考えてみれば彼はもう60年代中期ぐらいから、はい、まあブリティッシュフォークの機種 で、ね、最初はそれで始まってですね、まあ比較的こう渋いアルバムを作ってたんですが、まあそれで終わんなかったのは彼すごいんですけど、70年代の中期にはさっき言ったイヤーブザキャットというスマッシュヒットを出してですね、はい、うん、いきなりちょっと AOR がかった。そうなんですよね、はい、どっちかというとこのジーンズに着流しだったのがですね、急にあのスーツを着てこう歌うような雰囲気になって、今度は8、これ今回入ってるのは80年からスタートなんですけども、はい、だんだんこの電子音とかですね、ね、あとそのフュージョン系のこうバックを従えてっていう雰囲気になってきますね。だんだんこうあのライトなこうスムーズ系の、AOR を飛び越えてだんだんフュージョンまで行くっていう、その意味でさっきのシラブラックの5枚と同じでですね、うん、なんか時代の編成も分かるようなこの5枚ですね、ですね、うん、この人は一応自分で作ってるんですけどね、シンガーソングライターですからね、でもまあ、こういう形でね、なかなか単体では買えないものがこう5枚で入ったっていうシリーズが出るっていうのは、うん、非常に本人にとっても嬉しいことじゃないかなと思います、まあ、改めて彼の歴史を振り返ることができますね。そうですね、はい、それではですね、その1枚目に入っておりますアル・スチュワート24キャロッツ、これは1980年、はい、さあそろそろ電子音がこう出てきてというような中でどう彼は答えを出すのかという、そういう時期でございました。これは比較的有名な曲だと思います。アルバムで言えば A 面の2曲目に入っております。聴いてください。アル・スチュワート、Midnight Rocks。You say with best intention, let's throw away convention.Set sail across the water to find the tides of fortune. I say please understand it. Don't let our love be stranded upon the midnight rocks. Oh yeah, upon the midnight rocks. You
say there's no endeavor we couldn't try together. No storm we couldn't weather. We'll ride the wind forever. I hear the words you've spoken. Don't let our love be broken. Upon the midnight rocks, oh yeah, upon the midnight rocks. アルスチャートでミッドナイトロックス聴いていただきました。なかなかこの 5CD シリーズ ね、いっぱい出てますけれども、そうなんですよ、同じ人で2セットってなかなか、ね、そんな何にもないよ、何にもないです。例えばアルスチュアートとあと、まあ、今までですと例えば、うん、まあ、シカゴとかドゥービーとか、まあ、それは当然、ね、まあ、大御所、アルバムもね、半世紀ぐらいやってる人たちと、でもシカゴドゥービーとね、言ってみればね、アルスチュアート肩を並ぶつセルツなら大したもんです。すごいですよね、うん、うん、でもこれを機にね、そんな高い、はい、CD じゃないので、ぜひこれも買ってもらえるとですね、嬉しいなと思いましたね。ね、ちょっとこのアーティストの歴史を知る上ではかなり貴重な5枚なので。2セット買うともう一気に10枚ということで、はい、今週の末も楽しいんじゃないかなと思います。谷さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。This is Alan Merrill with the Arrows, and you're listening to Aoyama Rock and Roll Radio. Please stay tuned. 本日最後の曲はですね、1曲目に紹介いたしました Faces You Can Make Me Dance Sing or Anything 1970から1975のボックスセットから、もう1曲いきたいと思います。馬の耳に念仏というですね、すごいタイトルの LP が出ておりました。私大好きなんですけども、いまだにオリジナルタイトル言えません。その中に Stay With Me という素晴らしい、曲がありまして、当時高校2年ぐらいの時ですかね、確か1200円ぐらいでですね、中古レコード買いました。Stay With Me しか知らなかったんですけども、聞いてみたらすごく良くて、特に B 面の1曲目、ロニー・レーンが珍しく歌ってるデブリという曲がありました。日本語タイトルが確かついておりまして、崩れ落ちるものかな。
ロッドとの掛け合いの素晴らしいバラードでございます。本日はこれを最後にいきたいと思います。フェイセスでデブリ。I left you on the debris at the Sunday morning market. You were sorting through the odds and ends. You was looking for a bargain. I heard your footsteps at the front door.That old familiar love song. Gosh, you knew you'd find me waiting there at the top of the stairs. Trouble at the depot with the General Workers Union, and you said they'll never change a thing. Well, they won't fight, and they're not working.Left you on the debris. Now we both know you got the money, and I wonder what you would have done without me hanging around. してまいりました青山ロックンロールレディオ、これにて終了です。これからもどんどん皆様に喜んでもらえる曲情報をお届けします。ご期待ください。お相手は宮地純一でした。
青山ロックンロールラジオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしました。